さあ、ということでね、1パック2500円なんですけど、最新弾のね、収録オリパを1パック、2パック、3パック、4パックとね、合計1万円分買ってきたので、早速ね、開封していきましょう。アイオス様、アイコス様もね、収録されている。もちろんね、他のシークレットも収録されている。そしてね、しっかり、ちゃんとね、今弾の UGM の中では、一番レートが高いね、国威の選手の UR も収録されている。まあ、強いて言えばね、ブロリーとかね、他の UR もちょっと収録されてたらね、嬉しかったんだけど、ちょっとね、購入品も最後開封するんですが、この辺のね、特価だったんですけど、安めの UR 買ってきて、もう早速ね、1パック目から開けていきましょう。マジで来い、頼む。最新弾収録オリパー。いやー、頼む。いやー、頼む。なんか来てくれ。ウルトラゴッドミッション1弾収録。で、細かいんですけど、右上に60分の60と書いてあったので、これ UR 確定、シークレットが UR 確定になってるんですけど、そこのね、表記で確定かどうかっていうのを判断。特段ね、UR 確定とかって書いてあるお店さんではないので、まあ、そこだけね、ちょっとだけ注意ということですかね。じゃあ1パック目行きましょう。まずは、構成なんかも見たいんですが、どうですかね。1パック目、まずここ、表紙が。ズズ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 ンと、はい、 BM12 弾全弾の孫悟空顧問ですね。これは真ん中にあるのかな。ちょっとこのままね、1パック目なので1枚ですね、表からゆっくりこのままいきたいと思います。まずはパンちゃんが後ろです。はい、行きましょう。もういきなりね、アイオス来てくれたらマジで嬉しいんだけどな。さあ、行きます。これはまだだよね。起死回生の策、はい、この後ろだと思います。人造人間17号の後ろに隠れてるのは何か。アイオス様、いやアイコス様、来てくれるのか。行きます。3、2、1。ズズ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 、マジで来てくれた。コックイの戦士懇談、ウルトラゴッドミッション第1弾のコックイの戦士だけど持ってるやつだった。そうなんですよね。これね、なんでね、冒頭で紹介した時にリアクションそんなに大きくなかったかというとね、これはね、連呼動画見てくださったら分かると思うんですけど、まあ、連呼動画2本出して、2本かな、2本出してるんですけどね、国威の選手当たっちゃったんです。国威の選手連呼の方で出ちゃったんですよね。だけどね、これイラストめちゃくちゃいいと思います。性能としてもね、普通にバリバリ強いと思います。この後ろのアイコスさんがね、なんともイラストが最高。めちゃくちゃ可愛い感じになってます。めちゃくちゃ可愛いね。さあ、状態はちょっと気になる。オタチューさんじゃないのでね、秋葉原で購入したんですけど、秋葉原といったら安定のオタチューさんはね、完全備品なんですけど、このお店さんもね、完全備品を入れてくださってます。国威の戦士、1枚目来てくれました。いやいや、1万円分だからね。さあ、来てくれ、頼むぞ。ラストワンもね、めちゃくちゃ良かったけど、まあ1パック2500円であんな感じで残ってると、さすがにラストワンまではちょっとね、買えなかったんですけど、動画でいつかね、ラストワンまで買ってみましたっていう動画をね、いつか作りたいと思います。おっと、ちょっと怪しいぞ。10段の懐かしいギャラクシーミッション、10段のフリーザーの後ろに隠れている。これはちょっと古いやつか、ギャラクシーか、ジャークリーあたりの低レートなのか。いきます。3、2、1。ズー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 、いや、スーパードラゴンボールヒーロース SDBH になったぞ。どうだ。おー、シークレットだったね。シークレットだったんだけど、ズンと UM7 弾のハーツだから、まあ、若干低レートのハーツになっちゃうね。状態によっては、本当に、状態によってはね、ストレージとかにもたまに見かけちゃう。そうだね。若干右下わかりますかね。右下に若干の白掛けがあるので、まあ、ちょっと正直ストレージに入っちゃうかな。これだと。V ジャンプの悟空嬉しいね。はい、そしてこのフリーザー。これ、アイコス様ね、このフリーザー、最初にイラストが出た時、ちょっとフリーザーかと思いましたね。さあ、早くも3パック目。1パック2500円だと緊張感が全然違う。やっぱり僕はね、1000円だったり1500円が普通、好きなんですけど、まあ、2500円だとね、ちょっとギャンブル性が高いというか、ドキドキしますね。うおー、下の嘘、いきます。いよっ、3、2、1、ズー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 。あ、くそー、ドラゴンボールヒーローズ時代だ。あー、でもこれは、ありがたいと思ったらしピー。これも CP じゃなかったらね。はい、V ジャンのプロモ。おー、トランクスゼロ、赤白めちゃくちゃかっこいいよね。ちょっとこの後ね、全部いつも通りスリーブに抜いていきたいと思います、最後。CP じゃなかったら全然いいんだけど、まあ性能としてもね、めちゃくちゃ優秀で、よくね、僕このトランクスゼロ使ってました。多分初心者の方とかね、始めたばかりの方にはかなり使いやすいカードかなと思います。はい、トラゼの赤白 CP、ラスト待ち頼む。マジ頼む、ラスト行きます。今のところ国威の選手だけかな、あたりだと。2500円だからね、ちょっと厳しい。いや、厳しいね。でもまあ2500円のオリパの楽しみ、こういう感じだと思います。さあ、行きます。後ろなんだろう。はい、後ろコモンだ。よしよしよし、なんとなくね、今のところコモン後ろ、プロモと来てます。プロモの時は外れ、
顧問の時は当たりという法則があるのではないでしょう。そして2枚目の SR が、お、来た来た来た、 BM だ、前段これね、若干外れとった時は昔のね CP、 昔の SR でした。 DBH 時代の SR でした。当たりの時は SDBH、 そして今回 SDBH、 そして裏も顧問、なんか来るんじゃないでしょうか。今段最新弾ウルトラゴッドミッションの UR 来るんじゃないでしょうか。いきます、3、2、1、なんだろう。まずはアビリティスーパードラゴンボールヒーローズ合体戦士の本気グルクソー、近ー BUM12 だ。ごめんね、法則なかったね。コモンと2枚目の SR が SDBH 時代のね SR だったら当たりなんじゃないかという法則はありませんでした。ただこのベジットゼロも実はイラストの後ろのトランクスがめっちゃ好きで、うん、隠れてめちゃくちゃイラストがいい UR なんじゃないかなと思ったぜ。最後購入品紹介しながら、じゃあその前にいつも通りスリーブに入れていきましょう。さあということでね、まず黒衣の選手なんですが、左上にねかっこいいイラストが描かれてるやつはこれで隠れちゃうのが嫌なんですよ。まあ、シンプルにこれですかね。はい、こんな感じ。おお、めっちゃいいね。めちゃくちゃいいと思います。スーパードラゴンボールヒーローズのローダーにもかなりね合うと思います。ちょうどいい感じでね、アイコスが隠れないね。こういった8周年はどうでしょうかと。8周年ローダー系だと、うん、まあ もろにねこのスリーブやこういったね8周年ローダーだとやっぱ隠れちゃうよね。さあハーツもねイラストシンプルなんだけど、おお、8周年ローダー入れるとめちゃくちゃかっこいいっすよね。過去のね8周年のスリーブが消えちゃうから、このねやっぱり8周年のローダー使うときはシンプルなこういったね黄色いスリーブとかの方が、うん、この8周年のねローダーのロゴ、スアニバーサリーの悟空がね、見えるかなと思います。さあ、で、このね、トラゼの、今までだったらね、まあ今までだったら、こういった赤白はね、こんな感じでね、SDBH の赤スリーブ使ってました。左上にね、カプセルコープと書かれてるだけで、めちゃくちゃシンプルでね、本当にこのスリーブは、好きなスリーブでした。ゴッドミッション10弾のね、再録キャンペーンのこの UR たちだったり、あとはね、UM4 弾のね、いただきの戦士、このね、悟空敷くだけ、まあ銀白なんですけども、あと全部ね、赤白の仮面のサイヤ人進化、そして、ヤムチャ、めっちゃ好きっすね。このヤムチャも、このヤムチャの性能いいっすよね。まあ、悟空ブラック、暗黒仮面を、この時まだ悪のサイヤ人なんですね。で、バーダックと、あとブロリーね。はい、こんな感じで、まあ、赤白に7周年ローダーを入れてるんですけど、この再録はね、黄色スリーブに9周年だったり、8周年だったりっていうのを入れてます。やっぱりスリーブとね、ローダー入れると見飽きないっすよね、カードが。大の大冒険スリーブ。ちょっとね、以前から動画見てる方だと、おーおーおー、もうまたかと。いや、めちゃくちゃ良くて、めちゃくちゃ良くないですか。いやー、激アツなんですよね。ドラゴンボールヒーローズのね、この公式ローダーにも全然スッと、ヒュンヒュンヒュンといい感じに入るので、まず DBH、ドラゴンボールヒーローズ時代だとね、SDBH ローダーだと名前隠れちゃうんですが、このスリーブはめちゃくちゃいい感じ、ちょっとおすすめです。300円ぐらいで買えました。まあ、スリーブはね、常にちょっとストックしてますね。はい、9周年入れると、またこれめちゃくちゃかっこいいと思います。皆さんどうですかね。これちょっとカラーローダー入れてみましょうか。カラーローダー11とスリーブ、採寸差、個体差があるので、入ったりね、入んなかったりなので、もし入んなかったりギュギュだったらね、スリーブを変えてみるっていうのもありですけど、まあ、手っ取り早いのはローダーをね変えてみる。これで入んなかったら、まあ、同じローダーでも内寸差があるということで、そこでね調整してみるといいかなと思います。これね綺麗に入りましたね。はい、じゃあ購入品はホビステさんですね。かなりね安かったので最新弾の CP もちょっと買ってきました。まずこれ1180円、うん、で状態見ると、お、全然いいじゃないですか。全然いい全然いいと思ってこれ買いましたね。若干の傷が、裏面に若干傷ありみたいな。でこのお店でね前も動画出したんですけど、白飛びデッキ特化で売ってたので、まあ、白取ればね、完全に備品に戻ったので、まあ、それもね、まあ、アドっていう考えだとアドですよね。はい、悟空380円、カリフラ380円。これ安いよね。まあ、特にこの悟空はね、いや、めちゃくちゃかっこいい。いや、めちゃくちゃ合いませんかね。あとカリフラ、あとこの辺がね、ホンダのスペシャル CP。これはもうね、無限回収的に買いたいなと思って買ってきました。おー、ガンマ2号。映画楽しみっすね、4月。さあということでね、今回はこんな感じでした。次回ねゆっくりカード紹介、もう全部ねこの辺ブンブンブンと、もうこの辺もね全部ズズズズンと、あ、もう全部この辺もね、あとは一応バインダーが20冊ぐらいあるんですけど、この辺もね全部紹介していきたいと思います。いやー素晴らしいデザイン、シークレットでしょうこれ。いやーということでね、まあ、最後にちょっとオリパ開封したこともちょっと今若干忘れてたんですけど、はい、こんな感じでね今回はまあ負けでしたね。まあ負けでした、まあ負けでした、しょうがない。オリパでも楽しかったよ、よかった。ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ポン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 。またねー。バイバーイ。タオパイパイ。